YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。古舘伊知郎です。あ、間違えました。ゴゴスマの石井亮次です。バカ野郎、この野郎、バカ野郎、たけしさんです。簡単なんです。地理って簡単なんですよ。例えば箱根ってね、あれ箱のような山だったんですね。あれで箱根言うんですね。これ地理の村瀬先生です。あ、失礼いたしました。あ、今週もですね、放送直後の生配信、何曜日かまだ決定しませんが、やらせていただきますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。そしてですね、5月29日土曜日の深夜3時半 TBS ラジオ私一人しゃべりの29分間ゾーンっていう番組、出ました。まだラジコにアーカイブ残ってると思いますので、ぜひまた聞いていただければと思います。はい、今週もゴゴスマ YouTube チャンネル、あ、そう、先週もね、3回生配信で大好評、まっちゃんありがとう、ワイドナショーで、あれでガーン跳ね上がりました。今週もお願いします。